マト山脈は南極大陸ドロンニングモードランドの山脈。昭和基地から約 300km 南西に位置する。範囲は南位71度14分から45分、東経35度25分から36度5分。標高は約 1800m 前後であり、 最高峰は福島だけの2470メートル。ベルギーのファビオラ王妃にちなんで、クイーン・ファビオラ山脈とも呼ばれる。1937年2月6日、ノルウェーのラルス・クリステン戦隊が飛行中に山脈を目撃したと報告したが、詳細な調査は行われず、未確認のまま、1937年山脈という、通称で呼ばれていた。 1960年10月、ベルギー南極観測隊のギドデロー村が昭和基地への飛行中に存在を確認した。日本の南極観測隊の第四次越冬隊が1960年11月1日から12月15日に渡って初めて搭載した。1961年2月、日本の南極地域観測統合推進本部はこの山脈を正式に 大和山脈と命名した。この時、同時に、福島岳及び、水穂平原、知らせ氷河も命名されている。一方、ベルギー隊では、山脈の存在を先に指認したこと、空中写真を撮影したことを根拠として、山脈発見の優先権を主張し、1960年12月に、クイーン・ファビオーラ山脈と命名している。 日本の南極観測隊がこの山脈において数千個の隕石を発掘、回収したが、この中には月が期限の隕石も多数含まれる。ありがとうございます。